さあとジャイアンツキリング、さあこれジャイアンツキリング、ちょっとジェイクの顔色は変わりました。喉を掴んでエルボー。西田選手ってなんか骨がでかいじゃないですか。見に来るだけでも価値はあるのかな。お互いやっぱり体がでかいので、でかいにもいろんなタイプがあって、私は縦に長でかいじゃないですか。西田選手ってなんか骨がでかいじゃないですか。その上になんか筋肉をつけていってみたいな感じなんで、でかいの種類が違うもの同士がこうぶつかった時ってっていうか、そういう試合ってなかなかノアでは今見られないと思うので、それだけ見に来るだけでも価値はあるのかな。そこにどう価値をプラスアルファでつけていこうかなって、それがちょっとテーマの一つとして掲げているものですね。ただのパワーボブではないよ。猫を、いやそうはさせないか。もうグッドルッキング差では負けません。